はい、どうもです。お疲れ様です。尼崎の女子長内です。ここで花火しに行っていきます。よいしょ。 YouTube でもね、仲良くしていただいてた広島のね、友強さんとランパパさんにね、感謝の気持ちも込めて、エールの意味でね、やります。自己満ですからね、まあ、ご迷惑かかるかもわかんないけど、一生懸命やります。よろしくお願いします。酒の席でのたわごとと、許してやれよと言われても、あいつの噛みつく泣き声はどこか全てが負けていた。夢も食って生きてゆけた。時代も確かに刻んではみたという。こんなはずじゃなかったのにと。絵面はいつしか割れていたという。窓を開ければ小さな川が流れてた。夜風はしらじらと奥に冷たく、そして生きてく勇気が欲しくて、それでも死ねない自分がなお悲しいんだ。すがられることの柄でもなく、戸惑うほどのバカでもない。風が吹くようなちんけな俺でも、魂だけは譲れない。希望はいつもずっと遠くで微笑む。届かぬ女のいたずらに似ている。喉が裂けること誰かの名を叫び続けたこともあったのに。窓を開ければ小さな川が流れてた。夜風はしらじらと頬に冷たく、そして生きてく勇気が欲しくて、それでも死にない自分がなお悲しいんだ。それでも死ねない自分がなお悲しいんだ。おお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 
ありがとう。